しがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。前回からのミッションはこちら。別府の方にちょっと旅行に行きたいので、はい、アフリカンサファリは一応決めてるんですが、はいはい、まあ、その付近のとかスポットがもしあればですね。というわけで今回のゴリパラ見聞録は大分県。ゴリパラ的に旅のリサーチをしてきます。早速大分県へ。なんとなく中津ルートを選択し、まずは福沢諭吉記念館へ。諭吉さんが何をした人なのか分かってなかった僕には勉強になる場所でした。そして歴史ポリスマンがサクッと登場して恒例の一献へ。一献ではゴリさんが娘のためにゴリケンという名前を捨て本名で活用しようかと悩んでいると告白。正直来るべき時が来たなという感じでしたが、なんとか励まし、最後は娘のためにブーム回しロングバージョンを披露して前編終了。さてさて後編は。いや雨降ったらもう日本終わりでしょ。日本は晴れたら全ていい場所ですが、雨降ったら大したことがない街です。とりあえずもう朝ごはんをさ、もうしっかり食べよう。8月2日のテレ西祭りの J1 グランプリ、はい、メンバーの予選会やろっか。誰が一番ジョバジョバさせるのか。すいません、はいはいはい、寝起きで、納豆UFOいただくんですか。な、納豆の大きい方がいいのか小さい方がいいのかっていうのは自分のスタイルだから、当日はこちらサイドでいくつか用意しておこうと思ってるんですよ。なんか自分の勝手な感じやけど、麦で本当に放置してるやつも粘り気ありそうやなと思うんだ。麦わらだちゃんと間違いすぎて全然意味わからんかったけど、あとあれやから、あの納豆って本当は50回混ぜないからしいからね、そこまで立たせることがジョバとつながるかはわからんね。最後ふわってしたオッケー。ちょっと待って、ペルが何やってんだあいつは。はい、あ、早くしろ。お前ちょっと舐めてんな、ジョバジョバ選手権。被害が。どうした。短パンにソースつきました。矢野君は代表になりたくないの。なりたいでしょ。ジョバジョバのゴリパラ代表っす。リアルに俺1年分欲しいもん。納豆トルネードスタイルでいくか、粗挽きスタイルでいくか。タレは入れんのこれ、タレはもう自分しない。タレ入れるけど、俺からしまで入れる。おーれー、開幕だ。マウンテンタイプっていうのもあるからね。あ、もうそれごと言っちゃう。いや、それは人それぞれ一網打尽しちゃうってこと。納豆のあれはジョバっていうもんね。え、納豆のあれはジョバって。いやいや、どういうことですか。もうちょっと俺も今コスモ入ってるんだけど、言ってることが何一つ分かんないんだよ。焼酎入ってる。コスモに入ってるって何。混ぜるんだ。一応そういうパターンもあるけど、俺も初めてなんで。混ぜんのかい結局。いや、混ぜんのかいルールとしてはこの一つかみだけですね。で、決して喉詰まらせないようにしてください。いや、ほんと。おー、おじぎスタイル。いきますよ。はい。おお、いいジョバやね。いいジョバだったね、今尻上がりジョバだったね。量いくとどうだっていう話にもなってくると思う、適量の方がジョバりやすい。私ニュートンスタイルでいかせていただきます。はい、引力使わせていただきます。ニュートンスタイル。弱っ特に溺れた。お前何やってんの。夏が終わった。俺の夏が終わった。音段違いです。だから今あのゴリさんちょっとこの器も追っていったね。日本スタイルってボタンもあるか。それで鳴らしたら大したもんの。なるね。なるね。量じゃないんだな。うわすげえ。やるな。今のマックスやね。何本？3本。代表はゴリケン。よっしゃ。乗ってないやん。盛り上がんのかな、これ。え、盛り上がんのかな。俺は、俺さずっと言ってんの、俺。まあやってみよう。夏が終わっちゃったな。代表ってことで負けれんな。だから俺はもう、解説に回らしてもらうかな。別府行こうか。別府付近で、巡る場所って言ってた。別府って言ったらやっぱ外せないのはもうお風呂だと思う。そうですね。ちょっとジャッキーチェーンとかがね、要領に来たみたいな。要領？
療養でしょ。別府は確かね、もうちょっと定かじゃないけど、世界の温泉の9個あるうちの8種類があるよね、確か。11種類だとしたら10種類あるんだよね。要は全種類の1個だけ少ないっていうのを、俺もなんかそう聞いたことあるな。15種類だったら14種類あるんだよ、うん、それぐらいのもうオールマイティーな温泉カントリーなんだよ。温泉カントリー。その中でもここちょっとね、ちょっと際立ってるっていうか、あのジャッキーがでしょ、うん、泥温泉みたいな感じなんですよ。白なんですよね。さっきの戦いで負けて傷を癒しに行くか。心の傷を。心の傷は温泉じゃ無理じゃない。あ、来ました。別府です。うわ、今日のはもう温泉のなんかこう濃さからしてみたら相当濃いやつ。一時匂い取れんかもしれない。あ、そっち系。すげえ硫黄の匂いだ。やっぱ硫黄っておならだな。いや、ほんとそうよね。おならって異様なのかな。すごいよね、やっぱ別府って。いや、すごいよ。俺、あんま来ないから。いや、こんな煙出てる街あります？あ、着いた。着いた。ほら、世界遺産級の地獄温泉。この蒸気の音。あれだ。マジで、うん、ゴリさんの顔役でジャッキー来てますもんね。ジャッキーさん29年前。もうさ、何人聞くと言われてるんですかね。泥が3箇所あるんですけども、あの傷とか、あのリウマチとか神経痛は屋内の泥です。外の大きい方の泥が皮膚ニキビだ。もうすぐ良くなる。自律神経とかにいいのは外の小さいまた泥がある、これが最高です。ゴリさんですか。これが最高。そこ行きます。自律神経がね、40超えると変な手数とか出てる。うわ、白下泥。うわ、ぬるいんですよ。うわ、そんなことなるんだ。匂いすごいぞこれ。あこれがエール。気持ちいい。でもいや、まだ握っちゃうよ。赤なってるよ。すごい赤なってる。赤なってる。大丈夫。岩渡り。うわ、大丈夫。うわ、これいいですよ。胸元すごいよ、胸元。うわ、ロイさん顔も赤い。ほんとや、ほんとや。見てんの、されてくれ。え、お前めっちゃ赤い。やばいんじゃない。俺はそうでもない。赤。内藤さんすごい。赤。悪いところなんですかね。赤くなるよ、血の循環で。ここで赤くなるけど自然に消える。悪いところがあったら赤くなる。悪いところ、うん、じゃあ俺と斎藤顔が赤くなってるってことは顔が悪いってこと。顔が臭いと。悪い、そういう意味はない。鼻が綺麗になる、うん、やったでももう引いてるもん。あ、そう、うん、すぐ消える。引いてきた。全然引いてる。消えた。消える。不思議。全く赤みなくなりましたね。さっきね、すごかった。さっきこれがね、湯治からよ。一気に消えたね。下すごいですね。もうあのさっきより泥がぬめぬめなんですよ。ロリさん、ちょっとね、手汗かいちゃうからごめんなさい。矢野が顔をちょっと重点的に。矢野がやっぱニキビでお悩みだから。ずっと好きやろ。人も悪いからさ。なんで頭乗せた。矢野ブロンズにしていいですか。この際一回行ってもらって。じゃあちょっと俺、外で待ってましょうか。ブロンズゾーンにします。ゴリさんの無茶ぶりでなぜかブロンズゾーンになることに。矢野ちゃんを探せになってるんで皆さん探してください。それでは矢野ちゃんを探せ、どうぞ。わかるかな。探してる感じで矢野ちゃんはいますよ。矢野ちゃんはどこだったの。矢野ちゃんを探してるんだよ。あれ見つけた。矢野見つけましたか。寄った。じゃあ寄ってくださいね。じゃあ行きますよ。矢野ちゃん、矢野ちゃんだ。あれ上半身も最高ね。めっちゃスベスベしてるんですよ。触ってほしいぐらい。気持ち悪い。いや本当に断れないですか。断れない。ちょっと違うの。おってなるって。
お前スベスベやな。そうやろ。それ俺顎にまだ泥ついてる。全体的に泥ついてんな顎に。もう顔全体に泥ついてる。うるせえ、ついてねえ、ここだけだ。早い。サファリパーク行く前に肌綺麗になって、そうですね、キャッキャ行くって言うんですか。キャッキャ噛んだ。ちょっともう一回自立の、キャッキャ自立のようにもう一回入って、もうちょっと入ってきた方がいいんじゃない。今回ね、観光スペシャルってことやからさ、もう一箇所ぐらい行ってからサファリ行きたいね。地獄虫行こうか。地獄虫飯地獄、うん、気になってんのお前。今喋ってるからさ。いや、よく考えてくれ。顔に泥ついてるの気にならないやついる。いい泥だから。ほんと、うん、一回ちょっと番組で行ったとこがあって。あ、最近ですか。はい、食べれなかったんですよ、それ。なんでゲームで、うん、ただ、なんかうまそうやったんや。行こう行こう、うん、蒸して、ポン酢で食べるっていうのが俺一番最強に美味しいんじゃないかと思うんだよね。もやしとかいいよね。もやし蒸して、ポン酢で食ったらもう最強にうまいよ、あれ。これ左、これっすね。すごい場所にありますね。あれ、ここかな。そう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 。おすごいとこ、すごいとこあるよ。こいつ本当よね。いやいや、本当よ。ごめんね、もう違ったらもう冷麺行こう。ビビった、ビビった。あ、そうや、ここや。これ、このビニール袋じゃない、ビニール袋。で、ここ行って左。ビニールハウスね。うん、これね、これビニールハウスです。ビニール袋がちっちゃすぎますよ。絶対一人じゃ行けないと思われる。危ない、ダメだ。なんて道だ。すごい道だね。おお、これはちょっと厳しいね。ちょっと待って、ちょっと待って。無理やな。え、どうやって行ったの、降りたの、これ。知らん。知らん。降りて、誘導したらいい？動けんよね。誘導しようか、ちょっと。片タイヤ浮くかもしれないね。それでも行ける？もう行っとくって。汚ねえ男だな。後輪がちょっともう右見て、絶対こっちからじゃないよねこれ。ちょっとね、ああ、いけるいける、いけるいける、左はいける。いやいや、マジあの人信じられへんねん。めちゃくちゃムカついたわ。お前なんて大事なとこ逃げたんだよ。いや今取材許可取ってきたから。それ後でいいだろそれ。マジで今までで一番腹立ったわ。ゴリさんがいなかったの大変だったのよ。いや俺許可。いやそんなのも後でいいじゃん。ちょっと逃げた感があったんだよ。いや、ゴリさんの信用がガタ落ちしたまま昼食をいただくことに。で、入れます。あ、今早いです、早いです。やけどします、やけどします。揚げていただいて、その上に乗せていただいて。なるほど、いきます。はい、いきます。はい、OK。 これ一回もやってるよ。はい、下げます。はい、下を。はい、OK。 はい、はい、封印完了。じゃあ、あの、できたら持ってきて。いやいやいや、できたら持ってきて。さっき逃げたってこと。逃げてない、逃げてないんだよ。俺はどこを取ったんだろう。できたら持ってくればいいんだよ。タイはすぐ来るよ、シャブで持ってきちゃえ。なんてなんて。はい、行くよ。おー、じゃあ行こっか。じゃあ、ゴリさん、順次できたら食べちゃおう。相当うまそう。いい感じやわ、ゴリさんって。多分あれ、ゴリさんだよ、知ってる。見せろ。うまっ、めちゃくちゃうまい。これうまっ。これなんかゴリさんの密かに最後あのレジに入れてた。そう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 、ゴリさん最後にレジパッて入れるんだよね。ああいうとこスケベだよね。いただきましょう。うまっ、うまっ、うまっ、これ。うまっ、うまっ。おもてなしじゃねえんだよお前を。うわっ、いい、俺も食べて。でもゴリさん野菜とかもあるよまだ。なんやこれ。うわ、うまい。これかなり厚いらしい。うまい、うまい、うまい。見てんな。ゴリさんが消えたのがやっぱちょっと、いや本当にムカついたんです。土壇場で助けてくんねえんだこの人と思ったんだよね。車内の空気感は一致しましたね。うん、すっと消えたのよ。あんなのほら右と左見てもらった方がいいに決まってるよ。あれはないよ。うまそう。最高だね。じゃあ野菜があります。
ああ、うまっ。最高。うまっ。あ、終わり？終わりました。じゃあ、タイムカード押して帰ってください。いや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 。お願いしますよ。反省したのか。反省ってどういうこと？森さんは普通にやったことだけど、あの現場がもう。あ、そう。いいですか？どうぞ。うまいね。熱々な時に来たかったな。ちょっと冷めとこんなに行きやすい道があったんだな。簡単に行けますね。CA の駐車場に置いて。そうそうそう、俺なんか褒められたくて怒られたっていう。そう欲しがったゆえに。疲れたな。結構もうすのきついわ。上記の方行け。女の子は福岡の子で今別府に。あ、そうですか。本当に悪気がない、もう無垢な笑顔で。知ってますよ、福岡行ったんでって。その番組で あまり有名じゃないけど、なぜか DVD がすごい売れたやつ。失礼だね。ミッションの場所行きますか。サファリパーク。ライオンでも拝みに行くか。来たー。結構お客さん来てるな。来てるね。ここで言っちゃったらもうあれ。どうしたの。いや、ゴリさんがずっとお腹痛いと。例えばもうそのライオンの広場でお腹痛くなったりしたら。ゴリラに戻るしかない。いや、もう斉藤さんお願いしますよ。トイレなんか行きたいみたいなんで。すぐそこがトイレになります。はい、じゃあご案内しましょう。どうぞ。すいません。迷惑な肛門だよ。そんな言い方すんな。もう言うじゃん。中次元きついよ。軽く閉じ込めてやろうと思ったんだけど。中次元。おー、すごい。すごいすごい。餌とかあげれる、ね、餌をなんか。今日、動物どうですか。あの雨、晴れよりもネガティブ。ヒョウは雨が好きなんで、結構テンション高い。あ、ヒョウは好き。え、ヒョウ、ゾウ。あと、ゾウです。ゾウ。そうなんです。そうなんですね。雨好きなんだ。そうだった。すいません。すいません。肉だ。下にハサミがあるので、ここから手は絶対出さないようにお願いします。こうやって、こうやってこうやる。そうです。外にまで出して。やめろ、そういうのやめろ。ごめんなさい、間違えました。俺、昨日飲み台、そういう話してるから。ナーバス、ナーバス。来た来た。これ、ディスカバリー号ですか、名前は。これは、サイ号です。サイ、今つけた。いや、マジで、そういうのやめろと決まったの。見たんだね。種類じゃないから、サイさん。ジュラシックパークみたい。はい、よく言われます。みんながよく言うことを言うかな。よく言うことを言うからね。はじめが羊と、クマのエリアです。羊はもう餌ですか。餌ではないんですけど、仲良いわけでもないんですけど。ここで次元したい、ペペに。いや、やっぱり。うわ、すげえ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 。来た来た。うわ、すげえ。はい、はい。緑の。うわ、うわ、リアル。これ今ケツクロイの季節ですかね、これね。ケツクロイは毎日やってるから。毎日やってるから。あ、そう。うわ、来た。そう、そう、そう、そう。中山、開けて。なんで中山が開けてるの。なんで中山が開けてるの。うわ、すごい。おお。俺じゃないっすよ。お前、俺、全の力入れて、お前、ミンチ状にして出すぞ。めっちゃでかいわ。でかい。これもうライオン入れちゃったらもう終わりですか。終わりですね。終わりさ。なんで食べさせようとするの。絶対お前に国任せられないよ。うわうわ、怖え。うわ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 、怖えな、ゾウ。うわ、ゾウ怖え。ゾウ怖え。あ、どうした。鼻に。揉めてる揉めてる。ゾウ間近で見たら怖っ。これでも本気で来たら倒されますよね。近いよ、キリンが。うわー、うわー、長っ。下気持ち悪。お前全然あげねえな、お前。おお前。お前ほんと勝ち誇って、絶対的なセーフティーゾーン好きだな。やっぱそれぞれ楽しみがありますね。そうですね、あげ方とか、あげ方食べ方とかも。次、お肉あげる動物。あ、みんなライオンじゃね。ついにハサミ引っ張ることもあるんで、餌出ないように気をつけてください。うわ、はい。この網の強度は大丈夫ですよね。それ大丈夫でしょう。来た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 。うわうわうわ、マジか、マジか。でかいでかいでかい。これすごいわ。こんな距離初めてなんだけど。めっちゃにらまれてる。俺このなんかこう空気でつながってるライオン初めてなんだけど。うわうわ、怖え。めっちゃ怖い。すごい臨場感やね。うわうわ、離せない。うわ、
めっちゃ睨まれてるんですよ。この絵ある？これ世界初の映像じゃない？うわぁ、マジライオンに餌あげた男として結構マジじゃん。マジ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 、こっちも怖い。弱肉強食、機嫌を損ねるのやめよう。もうちょっとスタートします。あの機嫌がかなり悪くなってる。機嫌損ねるのやめよう。機嫌悪くなったらタイヤ噛んできます。タイヤ噛まれたら車動かなくなるの知ってるんです。なるほど。はい、今ちょっとや後ろタイヤやばかった。マジですか？はい、急いでください、はい、もう俺今までの旅で過去最大の衝撃。興奮してんな。こんな守られた状況やのに、あの機嫌損ねんのやめようって言った。いやー最高でしたね。大満足。アニマルエンターテインメント、うん、満足して。ちょっと犬がやってくる。変身来たみたいです。堀さん、斉藤さん、ペペさん、富さん、永山さん、お疲れ様でした。地面が濡れてますね。雨の中本当にありがとうございましたと。8月の DVD 第3弾はもちろん予約済み。イベントも絶対参加させてもらいます。皆さんが還暦を迎えても旅を続けられることを期待しています。それではお気をつけてお帰りくださいねと。そうなってくると8割温泉入ってるロケ。今日俺たちの朝のね、戦い方見てもらってちょっと対策も練れたと思うから、満を持して私出させてもらいますね。出てこいや。DVD ね、もぜひ持ってきてね。はい、振るってご参加ください。本当に新グッズも出ます。暑いんでね、熱中症。熱中症。